にちは、旬ダイアリーメンバーの国徳結衣です。久保田紫音です。今日はみーしゅんさんとのコラボ企画になっていて、みーさん卒の先輩方に11月と12月の動き方について聞いていきます。みーさん卒の先輩方、自己紹介お願いします。はい、一橋大学4年の大月希穂です。3年生の6月ぐらい、夏インターンの開始に合わせて就活を始めて、4月頃に食品メーカーから内定をいただいて就活を終えたという形です。よろしくお願いします。日本大学4年生の宮下由香です。私は昨年の12月頃から少しずつ就活を始めて、今年の7月8月ぐらいに就活を終えました。今の時期とかどういったスケジュールで就活に取り組んでましたか？10月、11月は秋冬のインターンに向けて頑張ってた時期ですね。私は結構元から大手志望だったので、大手は倍率が高いことが多いので、その選考経験を踏むっていう意味で、いろいろな会社だったり業界に出して、そのイエスとか SPI とか自分の実力がどんな感じなのかを、腕試ししてたみたいな感じですね。じゃあまだ結構幅広く業界は見てたって感じですね。そうですね。なんかちなみに今の時期からやっといた方が良かったなってすごい感じたエピソードとかってあったりしますか？そうですね、私が自分の中で思ったのは2つあって、自分に合うような幅広い業界を見るっていうことと、通過できるような ES を既に完成させておくっていうのが大事だなと思っていて、それこそ私はもう3月4月に初めてガクチカを作り始めたりとかで、 ES も完成させてなかったから、毎回自分で考えなきゃいけなかったりとかで、すごく時間が取られてたので、この時期からもう既に用意できてたら、本当にもっと面接の対策とか凝った志望動機が作れたかなと思ってます。次に選考対策について聞いていきたいんですけど、お二人はどうやって対策してましたか？その同じ業界を過去に受けていた先輩だったり、もう就活終わってる同期とかに面接だったり ES 見てもらいながら、社員の方のインタビューの記事を読んで、企業のその価値観だったり社風っていうものを把握しようと努めました、ちなみに僕面接苦手で、どういう風な対策してたのかなと面接に限って聞きたいんですけど、これはどんな感じでした？過去の私の密着動画でも話してるので、見てほしいんですけど、そこで事前に聞かれた質問とかを見ておいて、それに対してだけは最低限答えられるように、A4 の紙とかに質問と回答をまとめてっていうのはやってました。でも自分なりの質問集みたいなを作っちゃってたってことですね。企業に通った人の ES や面接でどんな質問が聞かれたのかを事前に見て、企業ごとに全ての質問と想定回答をまとめて管理してました。特にみーしゅんさんの良かったポイントは、最終面接の情報が多かったところです。最終面接はそこまで進む人が少ない分、どうしても歴史が浅いサイトだと情報が少なかったのですが、みーしゅんさんは歴史が長い分最終面接の情報も多かったので参考にしてました。ちなみにゆかさんはどんな感じでしたか？私はとにかく場数が少なかったので、朝起きて自分の面接原稿を読んで、自分の言うことを毎日頭の中でまとめることで、その暗記っていう感じにならないで喋れるようにするっていうことと、私はその志望動機ご利用しできたので、その企業の大切にしてる言葉とか価値観とか、その企業についての採用ページはどこに何か書いてあるか暗記するぐらいまで覚えてました。すごい実力がすごい。やっぱりその過去に何が出たかとかもすごい大事になってくるなと思っていて、その時にもちろんみーしゅんさんも自分で実際に使っていました。どんな感じで使ってたの？こういう風にいっぱいあったりして、もう23年の分もたくさんあって、かつそのみーしゅんさんは歴史があるので、2004年頃からの情報もあるので、他のサイトにはない情報が知れたりとか、すごい使っていました。志望動機も私結構みーしゅんさんの志望動機のコーナーを参考にしていて、あまりロジックとかが得意ではなくても、ちゃんと形にのっとった通る志望動機を見て学べるということと、内容の面でもどういう理由で志望しているのかを企業の情報収集ができて、その後に OB 訪問をしっかりして、熱意かつロジック両方でアピールできるだけの志望動機を作ることができました。私面接前ももちろん見てたんですけど、どっちかというと面接の後も割と見てて、というのも掲示板がある
るんで、なんか何日後にどういう風に合否の連絡が来るかっていうのが載ってたので、それをすごい参考にしてました。私はそれドキドキするもんね、うん、気になるもんね。じゃあ実際に楽天さんのホームページちょっと見てみようか、うん、あら見れないんですかこれ。そうなんですよね、うん、大学の情報を細かく登録しないと見れないようになっていて、うん、すごい。じゃあ企業さん側からの見バレとかもないってことですか。もうそこはしっかりミンシューさんがやってくれてる。めちゃめちゃ助かります。モチベーションってどうやって保ってましたか？なんか一番大きかったのは、自分の行きたい企業とか業界が決まった時に、なんか本当にそこに行きたいって気持ちになって、うん、なんかやる気が出たっていうのはありますね、うん、なんか他に友達とか同期が頑張ってたので、友達とかが早期選考を受けたって話を聞いて、私も頑張んないとって思って準備したり、対策したりしてました。ゆかさんどんな感じだ？私は本当に始めるのが遅すぎて時間が全然なかったので、本当に遊びとか SNS とかを完全にシャットアウトして引きこもってました。でそこからちょっと病んでたんですけど、少し自分の入りたい企業が見つかってからは前向きに本当に行きたいなっていう気持ちでモチベーションを維持することができました。あとこのミンシルさんにあるお悩み相談室、うん、掲示板っていうのがあるんですけど、みんなでまだ頑張ってる人たち同士で頑張ろうとか、今自分はこんな状況なんですけど、みんなでこう励まし合ったり報告し合いながら切磋琢磨できると思うので、こういうのもなんかぜひモチベーションの維持っていうところで活用、24卒の子に活用してほしいなってすごい思ってました。やっぱ仲間がいると頑張れるよね。間違いない、すごい。ここから年明けに向けて何をしたらいいかっていうアドバイスがあればお願いしたいんですけれども、うん、社員訪問、うん、OB 訪問もめっちゃおすすめしたいなって思ってます、うん、っていうのもさっき話した通り、私はいろんな会社を受けてたので、うん、結局なんかあんまり絞れてなくて、うん、なんかそういう時に、まあ、その自分がちょっとでも気になるって思ったところの社員さんと話して、まあ、それを踏まえて絞るっていう作業を最終的にできたので、で本選考に向けて、まあ、どんどん数を減らしていけたっていう意味では良かったのかなっていうふうに思います。自分の中で ESを素早く書けるようになったりとか、先輩とかにこう見てもらってどんどんレベルアップしていけば、自然と5、6月には自分の行きたいところから内定もらえるレベルに絶対持っていけるなって思ってます。ありがとうございます。就活全体を通しての失敗談であったり、やっとけばよかったなって思ったことがあればお聞きしたいです。とにかく始めるのが遅かったたことと、本当に長期インターンに行くのをおすすめしてて、なんでかっていうと、まずその一緒に頑張る同期ができるのと、優秀な先輩方がいるから見てもらえるっていうのと、強い学力が作るっていうので、長期インターンにはもっと早くから参加してたらよかったなって思ってますね。あと本当にキイちゃんも言ってくれてたんですけども、OB 訪問は本当に大事だと思ってて、やっぱり OB 訪問してないと結局最終的に熱意だったり志望度っていうところが伝わりきらないと思うので、本当に OB 訪問は私もやった方がいいと思いますね。じゃあゆいちゃん、感想はございますか？早めに動き出すっていうこととか、頼れる人には頼った方がいいなっていうのを思ったし、そういう民衆さんみたいな就活サイトも活用しながら頑張っていきたいなって思いました。民衆さん使いながらね、モチベーションを維持して24卒メンバー全員で行きたいとこ行けたらいいですね。、はい、そうですね、頑張りましょう。頑張りましょう、はい、ということで概要欄とコメント欄のリンクから民衆さんのホームページに飛べますので、皆さんもぜひ利用してみてください。僕も後で会員登録します。